のんべみと都市伝説を語ろう。というわけでのんべみの皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。どうもどうぞ、プロビットの拓也と春人とタイタイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、のんべみの皆さんといえば、もう YouTube でね、数々のこう都市伝説動画を公開されていますけれども、まあ、私も拝見させていただいて、すごく都市伝説とか好きなタイプなので、もう普通に視聴者、一視聴者として楽しませていただいたんですけれども、はい、過去にこういろいろ話してきた都市伝説の中で一番好きだったなっていうものはありますか？僕は個人的にジブリがすごい好きで、ホタルの墓の都市伝説っていうのをやったことがあって、はい、それがすごい好きながらの視点で見れるというか、話せるというか、っていうところがすごい楽しかったですね。いろいろね、ありますもんね、ジブリの都市伝説っていうのも、はい、僕はゴキブリの都市伝説です好きですか、ゴキブリ？ゴキブリ、そうですね、どちらかといえば苦手ですけどみんなそうなんですけど、そうですね、どちらかといえば、はい、やっぱその普通の虫では考えられないようなものを持ってるので、結局地球にいたわけではないな、こいつらはっていうことにつながってくるんで、ゴキブリはおもろいです。あー、でもすごいそれは分かります。私卒論ゴキブリについて書いたんですよ。え、好きじゃないですか実は違うんですよ、今日なんていうか興味があって、生態 になんか不思議ですよね。そう、なんで絶滅しないんだろうと思って調べたことがあったんで、すごいちょっと気持ちが分かるなと、うん、ちょっとマニアックなんですけど、2つあって、はい、蚊の都市伝説と、はい、クラゲの都市伝説です、はい、が好きで、なんか存在に意味がないじゃないですか、あの2種あのそんなことないよ、お前が決めんない自分の意思を持ってないんで、それやっぱなんでこいつらが存在してるんだろうっていうのを考えるのが好きですもうさ、お三方それぞれのなんかこうね、切り込み口がありましたけれども、今日はですね、そんなのんべみの皆さんに、宇宙人に関する都市伝説を持ってきていただいているんですよね。はい、あります。はい、そもそも宇宙人っていうもの自体はなんか信じてるというか、いると思いますか？というか、うん、まだこのスタジオにいます。え紛れ込んでるんで。え、はい、そういうことだ。そのスタッフさんも含めて誰かがそうかもしれないみたいな。そうです、ふりしてます。あ、そういうこと。誰だなるほどねそういう視点なんですね。トマさんはいると思います。私、はい、私あんまりちょっとなんか SF っぽいっていうか、ファンタジーじゃないですけど。じゃ、幽霊とかも信じないタイプ？そうですね、信じないようにしてる。なるほど、なんかショックすわ。まあでもなんで信じると思いますよ、絶対に、うん、本当ですか、はい、そう、なんかちょっと変え、なんか変えていただきたい価値観を。もう行きます。はい、よろしくお願いしますでは今日話していただく宇宙人の都市伝説お願いします。まあそもそもなんですけど、はい、僕らがいる時点でいるっていうことを分かった方がいいってことですね。なるほど。この広い宇宙で、はい、人類というか知能を持っている生物が僕らだけなわけないんですよ。まあ、そもそも想像できないものは作れないとかっていう言葉あるじゃないですか。はいはいはい。で、UFO とかって想像できた時点で、うん、おそらく見た人がいるってこと で、うん、であんなスターウォーズとか、うん、なんか ET とか、うん、あれってあってなきゃあんな鮮明に描けないと思うんですよね。それがさっきお話しされてたその人に紛れ込んでるみたいなことにもつながるんですか？逆に言うと、僕らが宇宙に行って、あ、やばい、あれ例えば火星人だって思った時に、うんうん、火星人のふりしないと危ない気がしません？あー、確かに。だから多分宇宙人も地球人のふりをして隠れて振る舞っているっていう、メインブラックみたいな感じ。あ、まさに。そうです。 あれももう人間の形をしてるじゃないですか。してますね。そうなんですよ、うんうん、あれと一緒です。あー、ちょっとそれなんか納得っていうか、うんうん、実際になんか UFO を見たりとかそういった経験ってあったりするんですか？まあ、恥ずかしながらないちょっと待って、こんだけ語っといて、すごい語ってるのに一個ぐらいあれよ、ね、なんか UFO を見たとか微塵もないっすね。ないっすね。微塵もない。あ、でもそれこそ UFO の目撃情報が出る理由っていうのが僕の中にあって、はい、さっきそれこそクラゲの話したんですけど、はい、それとつながってて、はい、クラゲってその存在に意味ないじゃないですか。それはまだ納得してないってお前だけだって。クラゲは多分海の仕組みというか中を録画してて、はいはい、宇宙に提供してると思うんですよ。
クラゲがでそれっていうのがなんかこの前都市伝説でやったんですけど、はい、クラゲが10億匹あの、うん、陸に打ち上げられてたんですよ、うん、それってあの人間の力というかそれ宇宙の力が働いてないと多分不可能なんで、でそのまま多分抜かれてあの外付け SD みたいな感じでハードディスクみたいな感じでデータを抜かれたんじゃないかって僕思ってるんですよ。お前みんなの顔見てみポカンやで。でもまあ そうですねあの、うん、参考にさせていただきたい。ありがとうございます。参考にならん時のやつだよね。火使ってくれてるよ。あ、すいません。これどうなんだろう信用していいのかな。信用していいっていうことでいいんですかね、結論的に。でもそうですよ、だってゴキブリとかもおかしいのって多分ラジコンとかなんですよ、うんうん、だそう考えていくともう絶対宇宙人につながってしまうっていう、あ、全てがというわけで宇宙人の都市伝説、ね、え聞いてみましたけど、でもなんだちょっとクラゲはちょっと最終的に噛み砕けてないんですけど、ね、でもなんかあのちょっと人に紛れ込んでるっていうところはなんかいい意味で夢が膨らむなって私は思ったので、うん、なんかちょっとこの中にいるかどうか置いて、いやざっと3人ぐらいいます。そんなにそんなにいます。本当にもしかしたらだってね、ノーマミーの皆さんの誰かがそうかもしれないっていう、そういうこともだし、そうかもしれないですから、ね、そうかもしれない、そうですよね、まだ疑ってますから、ね、はい、疑ってますもんね、そうですよ、はい、私がそうかもしれないです、こんな可愛いわけないですもんね。 ありがとうございます人って地球外ですから。ということで、はい、のんのみの皆様から素敵な都市伝説、聞かせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。